おい霊夢起きろ。早く起きろ。いい加減にしろ。よっしゃ、もうこタンメンを用意しな。あいよ。ちょっと待って、何する気？やっぱ起きてたか。そんな狂気で私に何をしようってのさ。もうこタンメンに謝れ。お前部屋の片付け終わったのか？実は計算し尽くしてる配置なのであれで OK なのです。もうこタンメンを箱買いしてくれー。あいよ。何でもするから許してください。だから片付けろって言ってんだろうが。もうわがままなんだからー。終わったけどこの不要品どうしようか。捨てれば？なんかもったいない。じゃあフリマアプリで売ってこいよ。なんでそんな嫌がるんだ？めんどくさいのか？税金的に収入の取り扱いがめんどくさい。今までで一番のメタ発言だな。あ、そうだ。視聴者に面白いしくじりネタを提供してくれたらプレゼントするってのはどうだろうか。早速募集をしてみよう。あ、おい。まったくあいつのわがままにも困ったものだ。うちのチャンネルにそんなもの好きなやついるわけ。100人ほど集まりました。はいな、なんだうちの視聴者は暇なのか？早速面白いのをピックアップしようか。あ、読み上げるだけだとつまらないから再現 VTR も作ってみようか。面白くなかったらうぷ主が1週間猛虎単面生活だぞ。みんな、頼むぞー。元ネタに対して結構脚色してますのでご認識お願いします。なのでつまらなければうぷ主のせいだから。はじめ！なあなあ親父、そろそろ社長を私に譲ってもよくないか？親父は年だし社内からも不満が出始めてるぞ。まあぶっちゃけ社長やんのも飽きたので退任しようと思ってるんだけどな。飽きたんかい？ただお前はまだ若い。経験が必要だ。確かに実績もないし反論できない。なので中継ぎに頼むことにした。阪神の藤川球児でも雇ったの？本物の中継ぎではないわ。うちの生え抜きの役員いただろ。あいつに頼むことにした。え？あの人？なんか不安なんだけど。まあ業界長いからうまくやってくれるだろ。これからは私が社長を務めさせていただきますのでよろしくお願いします。よろしくね。あれ？あなたの給料高くない？社長なんですからこれぐらいもらって当然ですよ。いやしかしね。皆さんの給料も上げたんだからいいじゃないですか。あ、ほんとだ、人件費がめっちゃ上がってる。退職金や残業代も引き上げて従業員の満足度を上げました。え？そんなことして会社大丈夫なの？社員は宝、利益は最大限配分しないと。それはそうだけど。私の人気もうなぎ登り。は？なんでもありません。あ、社長、この株購入の件ですが。株も買ってるの？今の時代株ぐらいやらなきゃダメですよ。時代は在宅です。不安だ。ふう、ようやく社長になれたぞ。あの社長から引き継ぎがほとんどなかったけど大丈夫か？なんじゃこりゃ、会社に資金がほとんど残ってないじゃん。あのジジイ何やってたんだ？おいおいジジイのパソコンの履歴がショッピングサイトやエロばっかじゃねえか。社長、会社はもう持ちません。整理を検討した方が。あのクソジジイがー。ふう、今日も車掌の仕事は忙しいな。はい、車掌さん。え、外国人？私英語はゲームに出てくる単語しかわからないけど大丈夫かな？ドエルエ。は？ドエルエ、ドエルエ。オーケー、落ち着いて。ドエルエ、ドエルエ。なんだ？これそもそも英語じゃない気もしてきたぞ。どうした？あ、パイセン、パイセン言うな。この外国人の方が言ってることがわからなくて。ドエルエ、ドエルエ。なんか地図を指さしてるぞ。え？ドエルエ、ドエルエ。じぃ。なんかわかりましたか？砦に行きたいらしい。砦かい？ドエルエ、ドエルエ。よーし、野郎ども。我が隊ではこれからツイッターを活用していくことになった。今さらツイッターっつってもねー。今から始めるならばインスタの方が良いのでは？貴様らに拒否権はない。大牢立たれた。それで君たちにはツイッターを開設。フォロワー1万人獲得を達成してもらう。長官、フォロワー1万人は無理であります。拒否権はないと言ったはずだ。ミッションインポッシブルすぎるぞ。ゾゾの元社長が1000万人なんだろ？いけるいける。日本一のフォロワー数と比較しないで。上からも言われてるので執念で解決してくれ。精神論出してきたよ。じゃ、あとは頼んだ。っておい、どうする？とりあえずやるしかないだろ。その後。うわぁ、全然増えないよー。ま、そりゃそうなるよな。ひらめいた。嫌な予感しかしない。とりあえず聞いてやろう。100人が100個のアカウントを作ってフォローすれば1万人達成だ。やめさせていただきます。いやー、
コロナで色々大変だけどリモートワークになってある意味ラッキーだね。会社に行かなくて良くなったから通勤時間がなくなった。おかげで趣味の時間が増えて副業にまで発展しちゃった。リモートワーク万歳だね。チャットが来たな。今から会議するので下のリンクから参加してくれ。チェー、会議はめんどくさいな。まあでもしょうがないか。以前は手こずってたけど最近は趣味の活動でこういうやつも詳しくなったからねー。昨日の配信も500人突破したしちょっとずつ視聴者が増えてきた。今後も頑張ろう。おっと早く会議に参加せねば。あれそういえば昨日の設定直してたっけ？あ。君が絆Vちゃんだったのかー。部長？ああ、もうまた部長からパソコンの質問が来てるよ。いい加減にエクセルやワードの使い方ぐらい覚えてほしいわ。あ、また来た。このワードをなんとなく良い感じにしといて。次が適当すぎるだろ。ここをこうしてこんな感じでいいかな？はあ、なかなか自分の仕事ができないなぁ。ふうできた。これをソフトを使って送信しなきゃ。ファイルがごちゃごちゃになってきた。はい、これで送信と。なんか送信に時間がかかってるな。これは先日私が見つけたお宝映像をやばいやばいキャンセルができない。どうする部長に言い訳をする？でもどうやって言い訳を？そうだ、マリサのせいにすればいいんだ。ぶっ飛ばすぞ。よしこの手しかない。早速連絡をせねば。君は素晴らしい趣味を持ってるね。他におすすめない？この後彼はなんと返信したらよいかずっと苦悩した。